定戦。石井康三にとって2回目の世界挑戦。相手は35歳ベテランボクサーのヨベル・オルテガ。1年ぶりに世界のリングに帰ってきた石井康三が果たしてどんなボクシングを見せてくれるのか。この試合の解説は元 WBA、WBC 世界ストロー級チャンピオンの大橋秀行さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これからリング上では両選手のコールが行われます。本日のメインイベント、3回目の世界挑戦。もう失敗は許されません。ランキング2位ベネズエラ、ヨベル・オルテガです。 WBA 世界スーパーバンタム級3位、121パウンド2分の1天狗マルキジム所属、石井康三。 KO 率 70%、2度目の世界挑戦に資格はありません。 KO アーティスト、 KO キング、石井康三。さあ、それではこの試合のルールを確認しておきましょう。3分12ラウンド、使用されるグローブは日本製の8オンスグローブ、石井の使い慣れているグローブです。1ラウンドに3回のダウンをしますと、その時点で負けとなる3ノックダウン制、スタンディングダウンは取りません。採点は1ラウンド10点のラウンドマストシステム、ジャッジはできるだけ優劣をつけるように奨励されています。さあ、偶然のバッティングなどにより試合続行不可能となった場合は4ラウンドまでをドロー、5ラウンド以降は3のジャッジという判定になります。さあ、死闘の幕開けを告げるゴングが今鳴らされました。 WBA 世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦、ヨベル・オルテガ対石井康三の試合、第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。ラッキーカラーシルバーのトランクスをつけているのが日本の石井康三です。今日の試合のためにあつらえました。そしてベネズエラの国旗を彩った3色のトランクス、中には7つの星がついているはずですが、それは手違いで届きませんでした。オルテガです。オルテガは左構えのサウスポースタイル、打ち合いを得意とするファイターです。対する右構えのオーソドックス、右の拳を引いています石井康三、接近戦も得意なボクサーファイタータイプです。さあ、左を伸ばしていきます石井。追っていきます。石井が追っていく。まあ、予想外に、ね、非常に、ね、静かな立ち上がりですね。はい、去年の世界戦は第1ラウンドからガンガン打ち合う展開となりました。しかし今回2回目の世界挑戦、石井。この今見せた左ストレートですね、はい、石井君この左ストレートね、気をつけないといけませんね、はい。まあ、どちらかと言いますとね、石井君この正面に立ってますんで、この左ストレートをね、直撃される場面がね、多いと思いますので、この左をね、なんとか外したいですね。さあ、石井が追っていく。右をボディに乗っていきます石井。まあ、徐々に石井君が、ね、プレッシャー強めてきましたね、はい。石井はサウスポーと対戦するのは4回戦以来、これが2回目ということになります。あ、右、まあ、サウスポーと、ね、あまり経験がないんで、その辺が少し、ね、はい、心配なところなんですけれども、まあ、今のところ、ね、そんな戦いにくそうではないですね、はい。この1ヶ月間は石井サウスポー対策を万全に行ってきました。さあ、ボディに持っていた石井がボディだ。いいですね、このボディ言っておきますと必ず後半にね、はい、あの効果現れますから、このボディはね、必要ですね。あーっと左フック、いいですね、左フック。まあ、ボディにね、視線を置いて、はい、左フック顔面にね、打ってうまく当たりましたね、はい。ゆっくりとした立ち上がり、石井康三、強烈な左フック、左を伸ばしていきます。オルテガ、左のグローブを引いています。サウスポースタイルです。オルテガです。35歳のオルテガに対して23歳の石井。あー、サイドフック、右フック、石井伸び
合の中でもこのパンチ力っていう点では、はい、石井君の方がね1枚も2枚も上ですね。左はボディです。オルティガもう一発ボディ。第1ラウンド残り時間がなくなってきました。残り時間15秒です。さあボディ左、この距離での左ストレートはねちょっと怖いですね、はい。さあ左フック、石井の左フック、あ右、石井の右、クロス気味の右ですね今のね、はい。ここで第1ラウンド終了。2回目の世界挑戦、まずまずのスタートを切りました石井光三です。それでは改めて放送席をご紹介します。解説は元 WBA、WBC 世界ストロー級チャンピオンの大橋秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ第1ラウンドが終了しましたが、どうご覧になりましたか。そうですね、もう素晴らしい立ち上がりだったと思いますね、またオルテガの方がそれほど、ね、怖さは感じないボクシングでしたね、ですから石井君の方は、ね、これ思いっきりもっと、ね、プレッシャーを強めて攻撃仕掛けられるんじゃないですかね、はい。まず第1ラウンドリズムを掴んだのは石井です。強烈な左右のパンチが当たりました。第2ラウンドに入っています。前日の計量ではオルテガが 54.7kg、 石井光三が 55.15kg、スーパーバンタムのリミットは 55.34kg ですが、両者ともに1回のクリア、1回の計量でクリアしています。左を伸ばしていきます。石井、さあ右ボディ、石井のボディ、大橋さん、はい、このサウスポー対策というとどういうところが考えられますか。そうですね、まず気をつけなければいけない点はこの左ストレート、今見せた左ストレートですね、はい。あと右フックがこの四角から入ってきますから、はい、この右フックを気をつけるためにはこの左ガードを上げることですね、まあ、攻撃面ではこの右ストレートからっていうのがね非常に当たりやすいんですよね、まあ、盛んにね右が出てますね、はい。あの非常にサウスポーを研究してきていると思いますね。チークは大ボリム、サイドアップを持っていくオルテガ、これが怖い、ボディの打ち合い、しかし石井が押している、左のボディ、右のボディ、オルテガパンチを返す、石井も後ろに下がらない、第2ラウンド激しい打ち合い、オルテガの方もね、石井君のパンチをよく見て、あのボディにね、うまくカウンターヒットしてますね、はい。あの一発の威力がないんですけれども、数多く受けますと、ダメージ蓄積されますから、はい、なるべくね、打たせない方がいいですね。斉藤さん、はい、青コーナー石井サイドです、はい、落ち着いていくようにといった指示以外は細かい指示はありませんでした。比較的静かに見守っています、はい。青コーナー石井サイドは名古屋テレビ勝友久アナウンサーです。斉藤さん、はい、一方の赤コーナーオルテガサイドなんですが、左からアッパーで入れという指示が出ました、はい。そして最後に基本に帰れと言いました。はい、右から左を持っていきましたオルテガです。赤コーナーオルテガサイドは名古屋テレビ山田泰造アナウンサーです。さあ青コーナーなんですが、落ち着いていけという一言だけどということですね。そうですね、まあ、やはりもう年齢的にもキャリア的にもベテランですから、はい、それほどアドバイスというのはもう必要ないんじゃないですかね。さあアッパーです。オルテガはこうアッパーを持っていけという指示が出ていますが、そうですね、石井君が好戦的に出てきてますから、ええ、うまくねボディにストマックですね、はい、胃の方にカウンターでボディ打ってましたね。あーたー、あ左左、石井左もらった、オルテガ左、オルテガ左、ね、オルテガ左、強烈な左、石井グラッときた、石井グラッときた、オルテガ攻める、大体残り20秒、それもね強烈な左アッパー、はい、うまくねカウンターですね、はい、タイミングよくもらっちゃいましたね。この左フックは強烈、オルテガの左フックは注意しなければいけません。ここで第2ラウンド終了。このラウンドも激しい打ち合いとなりました。さあ第2ラウンド、オルテガのこれ左ですね。そうですね、それほどね強いパンチ出なかったと思うんですけども、タイミングよくねパンチが入りましたね。一瞬石井がグラッとくる場面がありました。しかしね、石井君がグラッとした後、石井君が今度ね逆に攻勢かけまして、はい、逆にオルテガの方もね効いたパンチありましたから、押し返しましたね。そうですね、全くでも形勢的には五分だと思いますね、はい。さあ壮絶な打ち合いとなりました第2ラウンドまで。この第3ラウンドはどうか、開始のゴングが鳴っています。サウスポー対策は万全と行ってきました石井。やはりオルテガ の, この左アッパーのカウンターですね、はい、これが少しくせ者のパンチですね、石井サイドはこのオルテガの得意パンチノーモーションのワンツー、
そして左アッパーと見ているんですが、そうですね、この今の左ですね、ノーモーションの左がこう捨てパンチになって、はい、次にね強い左アッパーが来てるんですね、はい、そのあたりの研究は十分に C サイドも行ってきました。そして左と言いますとどうしてもステップが被るという場面がありますね。そうですね、はい、やはりこう離れてますとオルテガの方はボクシングのうまさというのは、はい、まあ、1枚も2枚もちょっと、ね、上かなって感じがしますね。プロアマ合わせますとここまで100戦以上の試合を行ってきました。このヨベルオルテガ右ストレート、石井の右、左を返すオルテガ、あ、右、石井の右ボディ、上下の打ち分けを見せます石井。この辺りは落ち着いているか、ダッキングでパンチをかわした石井、ワンツーをボディに持っていきます石井。もう一度ワンツー、ボディにパンチを集めます石井。カウンターですね、はい、このね入り際ですね、やはり石井君気をつけなきゃいけないのは、オルテガの左、ノーモーションの左、顔面を捉えますオルテガ、あと踏み込んだ、いいロスクを持っていきます石井。左のフック、左アッパーのカウンターですね、はい、どうしてもパンチをもらってしまうというのはガードが下がっているというところがありますね。そうですね、あと打ち終わりを狙われているんですね、はい、今のところね。さあ最後のパンチ、石井が顔面にパンチを集めた、右、石井の右、一発の破壊力では石井の方が上、そのあたりは35歳ベテランボクサー呼べるオルテガ、左のボディ、右、石井の右、さあ壮絶な打ち合い第3ラウンド。石井の右もいいんですけどもね、はい、オルテガのね左ボディのカウンターもねなかなかいいパンチですよ、はい、いいですね、今度単発じゃなくて今度コンビネーション石井君持っていきたいですね、はい、石井サイドもその 1,2,3,4 といって 5,6 でパンチが当たるようなコンビネーションを打っていくという話を練習では再三していました。そうですね、まあ、今のところちょっとねまだ出てないですよね、はい、まあ、それなぜかと言いますともう 1,2 の後にオルテガがパンチをねカウンターで返してるんですよね、はい、これで左、うん、パンチが出なくなってますね。さあ第3ラウンド残り10秒切った、右ストレート、左フック、左アッパーだけなんですね、こうあの倒すパンチっていうのはね、はい、負けを置いた、いいラッパーを打ち上げた、ここで第3ラウンド終了、この打ち合いはどこまで続くのか。それではここで両者の体格比較をご覧いただきましょう。オルテガが3センチ石井光三身長で上回っています。そしてリーチでも10センチオルテガの方が上回っています。さあこの辺りの差なんですけれども、はい、どうご覧になりますか。そうですね、やはり離れてますとこのリーチの長さというのがいきますけれども、はい、あのステップの速い、ね、石井君が中に入り込めば、ええ、このリーチの差というのは、ね、全く関係ありませんね、はいはい、さあ第4ラウンドに入っています。右、石井の右、果敢に上下の内訳を見せます石井。右のクロスを持っていきましたオルテガ、左、この左が怖い、ノーモーションで飛んできます。ダッキングでパンチをかわします石井。この辺りは落ち着いているか。斉藤さん、はい、赤コーナーのオルテガサイドなんですが、はい、まず手数を多く出せ、はい、それからアッパーを強く打てという指示が出ました、はい、赤コーナーからリポートが入りましたが、やっぱりアッパーですね。そうですね、この左アッパーですよね、あれをかなり、ね、力を込めて打ってますよね、そのあたりは石井サイドも警戒していました。斉藤さん、はい、あ、その石井サイドです、はい、第2ラウンドにパンチをもらいまして、ね、ちょっと丸木会長の表情も変わったんですが、はい、よく見ていけば大丈夫、とにかく落ち着いていくようにという指示が出ました。またラウンド中はガードを忘れるなという声が出ています、はい、青コーナー石井サイドは勝田アナウンサーです。そのガードなんですけれども、去年の世界戦ではどうしてもその打ち終わりにガードが下がっているところを狙われましたね。そうですね、まあ、今回は、ね、ガードが高いんですけれども、はい、この下からパンチを、ね、打ってきてますから、はい、今のボディですね、さあ石井が押している、一発のパンチだ、石井の上、今でいいですね、はい、石井のフック、サイナッパーを返す、オルテガ、右ストレート、まあ、まあ先ほどですの話ですけども、ガードが高くなった分今度、ね、ボディを、ね、はい、狙われてますね、今のところね。石井もボディを狙っていきますが、ここまで
オルテガは KO、 そしてダンスすらも奪われたことがありません。35歳のベテランボクサー。あったアップを突き上げたオルテガ、まあ、しかしオルテガのね顔、まあ、顎は、ね、細かいですから、はい、決してね打たれ強くはないと思うんですよ、ただディフェンスがね非常にいいんじゃないですかね、はい、石井が初めてダウンを奪われたのは去年の11月ネストールガルサとの初めての世界戦でした。石井も打たれ強さには定評があります。さあボディ持っていく、オッパーつけた、オルテガの左アッパ ー、 ちょっと中から打たれてるんですよね、石井君のフックを全部ブロックしてその隙間からあのアッパーですね、これを少しちょっと外すね工夫が欲しいですね。石井も去年の世界戦の前からアッパーを押し切りました。石井が攻める、石井が攻める、オルテガ詰まった、オルテガ詰まった、石井が前に出る、石井前に出る、オルテガアッパーを返した、石井パンチを出して、あーっと待つ、もうちょっと空振りがちょっと石井が多いですね。さあ第4ラウンド残り時間がない、石井攻めろ、石井攻めろ、石井止まった、さあ最後のパンチ、ここで第4ラウンド終了。さあこれから第5ラウンドに入りますが、この第4ラウンド、そうですね、左フックでチャンスを掴んだんですけれども、その後全部ね同じ単調な左右フックになってしまいましたので、そこねアッパーを入れるなりストレートを入れるなり、少し攻撃の幅をね持って攻めてもらいたかったですね。そうですね、少しもったいなかったですね今のはね。さあ第5ラウンドに入りました。シルバーのトランクスが日本の石井浩三、そして3色のトランクスがベネズエラのヨベル・オルテガです。左を打っていきました石井。さあそのあたりそのコンビネーションの多さとしてはオルテガの方が上ですが、破壊力では石井が勝っていると思います。そうですね、まあ、この打ち合いでね試合が長引けば石井君の方が有利だと思うんですけども、しかし不用意にねボディに石井君パンチをもらいますと石井君の方もスタミナ消耗してしまいますから、はい、なるべくねボディーブローを打たれるのをね避けたいところですね、はい、そうですね。石井は12ラウンドは去年の世界戦で経験済みです。今回のこの世界戦に向けては9月に恒例のサイパンキャンプで取組を行いました。左が当たった、石井の左、俺手が左を返す、リングラッチングはワンツー、あいい位置なんですけどもね、はい、石井君のがやはりパンチはね上回ってますから、ダメージはオルテガのがありますね。狙いすました右、右を持ってった、さあお互いにヒートアップ、このラウンドも激しい打ち合い、左のパン右ストレート、石井の右、さあ石井さあ前に出る、石井が前に出る、いやすごい打ち合いですね、去年の世界戦とね同じぐらいのようなね激しい打ち合いになってますね、はい。石井がリングに上がると必ずと言っていいほどこういう展開になります。それは石井の闘争本能、持ち前の破壊力から試合が必ずこうなってしまう。斉藤さん、はい、ただ丸木会長からはスタミナを考えて冷静に行けと言いました、はい、まあ、闇雲に中に入るなという指示のようです。そうですね、その指示というのはやはり闇雲に入って左のショートアッパーをね盛んに顔面に浴びてましたから、はい、それをまずね避けるためですね。まあ、オルテガ35歳ということで後半スタミナ切れも考えられるというのもあるでしょうか。そうですね、まあ、年齢的にもまた1ヶ月前に試合が急遽決まったっていうね、コンディション的にも、ね、後半に持ち込めば、なんとかなるとね思ってるんじゃないでしょうかね、はい、今回石井の対戦相手が2点3点しました。最初は世紀の王者クラレンス・アダムスだったんですが拳の骨折のため試合ができませんでした。その後決まったアントニオ・セルメニオは傷害事件に関与したということで WBA からベルトを剥奪され、その空位となっている暫定王座をかけて今日石井はこのリングに登っています。さあ左フック、右のボディから左、石井です、狙いすました左のボディ、左のアッパーです、あー左、石井の左、石井は左ストレート、石井の右、オルテガも左を返す、しかし、ね、お返しを、ね、もらったちょっとねポイント的にもったいないですね。あー右、石井の右、強烈な右、さあ激しい打ち合い、ここで第5ラウンド終了、どこまでも続くこの打ち合い、第5ラウンドが終わっています。さあ第5ラウンドのVTR をご覧いただいていますが、
それにしても激しい打ち合いですね。そうですね、この相打ちのシーンがね非常に多いですよね。コースが目まぐるしく入れ替わります。今日の試合、青コーナー石井光三、そして赤コーナーヨベルオルテガ。さあ第6ラウンド開始のゴングが鳴りました。ゆっくりとコーナーを出てきました両者。左構えサウスポーのオルテガ、そして右構えオーソドックススタイルの石井光三です。このファイト、ここまでは五分の展開と言っていいでしょう。ワンツー、石井のワンツー、あー左、オルテガの左、石井右を返します。上体を振った、もう今上体を振るのを見せましたが、もうちょっと欲しいですね。そうですね、どうしてもね正面立ちますと、盛んに見せている左ストレートをもらえますからね、はい、サウスポーには自分の打てるポジションを取れという練習をしてきました。お互いにボディを狙っていきます。斉藤さん、はい、赤コーナーオルテガサイド、カスティージョトレーナーが中に入ってアッパーを2回強く打てと指示を出しました、はい。まあ、オルテガの方からね今度接近戦をね望んできてますね、はい。まあ、スタートを考えると早いラウンドで勝負したいというところもオルテガサイドはあるのかもしれません。そうですね、あと振り込んで左、石井の左フック、やはり接近戦よりも中間距離での石井君のパンチがやはり怖いんでしょうね、それを警戒してくっつけっていう指示が出たと思いますね、はい。ここまでは手数の上では石井の方が勝っています。左から右のコンビネーションオルテガ。斉藤さん、はい、やはり石井サイドですが、もっと足を使ってアウトボクシングにしろ、それで勝てるんだというシーンです、もうちょっと足を使えという指示が出ています。アウトコーナーです。しかしここも真っ向勝負、打ち合いになっちゃってますね、さあ右、石井の右、右のダブル、さあ右、石井の右、石井の右フックが画面を捉えた。オルテガもタフネス、ここまでダウンを奪われたことが一度もありません。右、これもカウンター気味にパンチをもらう石井、左ノーモーションと左、ノーモーションの左が飛んできます。軽くステップを刻んだ石井、さあ左から右をフォローしますオルテガ、石井パンチを返す、もらったら打ち返す、そんな展開となっています今日の試合。怖いですね、オルテガの左アッパーが。接近するとアッパーがあります。オルテガ、南米選手特有のリズム、そしてこの強烈なアッパーを持っていますオルテガ。左、それほどのスピードはないんですけどもね、独特のリズムがあるんですね。さあどんどんタッパーを狙ってきますオルテガ。さあ石井のパンチが当たった、パンチが当たった、オルテガパンチが出ない、ボディを狙っていく石井に対して顔面にパンチを打ち込んできますオルテガ。左ストレートから右をフォローします。左のアッパー、この左のアッパーが怖い。石井もアッパーを突き上げる、もつれ合うような形で第6ラウンド終了のゴングが鳴りました。 W、 ここまで前半の第6ラウンドまで終わっています。さあ放送席、大橋さんの採点ではどのようになってますか。そうですね、2ポイントぐらい石井君の構成点ということで、やや有利という感じですね。しかしですね、まあ、第6ラウンド盛んにねショートのアッパーを石井君もらってましたんで、その辺がね、ダメージがね蓄積されるかどうか、はい、その辺が少しね心配ですね。そのあたりの手応えは感じているのか石井陣営です。後半の第7ラウンドに入ります。まあ、展開的にですね、オルテガの方がこのもうねくっついていこうっていう戦法してますから、はい、少しねペース争いが変わりましたね。ちょっと石井も足を使えという指示も出ていましたね。そうですね、はい、試合前に石井に話を聞いたところ、実は僕はアウトボクシングも得意なんですという話をしていました。左が当たったら木を見て右を打ち込んでいく、そう話していました石井です。右、石井の右、しかしノーモーションの左、オルテガ、オルテガのパンチが画面を捉える。さあショートレンジの打ち合い、石井ちょっとパンチをもらってるか、ちょっとダメージありますね今ね。この左が怖い、あ左、石井の左、石井の左が画面を捉えた。サイロフック、頭をつけての接近戦。さあファイター同士の打ち合い、ファイター同士の打ち合い、石井君ね大振りしない方がいいですよね。大振りしますともう俺側のカウンターの餌食になりますから、はい、もうちょっとショートにね、
今度ワンツーストレートでいいですからね、ストレートに行きたいですね。ここら辺は真っ向勝負の打ち合い、石の右ストレート、左フックはグーを切った、オルテガの左に当たっていません。左から右をフォロー、オルテガ、ここも相手に体勢を預けます。石レフリーが割って入りました。今日の試合はアルマンド・ガラシアさん、アメリカのレフリーです。これまで数々の世界戦をさばいてきました。最近では日本の試合、畠山対セラン戦もさばいています。さあまた激しい打ち合い、激しいで後ろに下がった、石井が後ろに下がった、まあ、石井が、ね、下がるというのは珍しいですよね、南米選手は無数の拳の種類を持っている。さあ強烈な左アッパー、これは空を切っています。壮絶な打撃戦、第7ラウンドに入っています。この左、オルテガの左は要注意。さあ右を返した、オルテガ右を返してきます。さあここで体勢を崩した、石が体勢を崩した、ちょっと効いているか、ダッキングでパンチをかわします。ちょっとね、空振りしてバランスを崩すシーンとはね、石が立ち上がった。しかしオルテガも後ろに下がりません。しかしオルテガもやはり顎を見ると打たれ弱いかなと思ったんですけども、タフですね。再三石軍のね、いいパンチも当たってるんですけども、そんなにね効いた素振りは見せないですね。ここまで一度もダウンを奪われたことないタフです。ベネズエラのヨベル・オルテガ、第7ラウンド残り10秒を切りました。さあ左のボディです。オルテガの左のボディ、石が押していく、これで石が押していく、ここで第7ラウンド終了。このラウンドはオルテガのいいところが目立ちました。15歳でボクシングを始めたヨベル・オルテガ、始めたきっかけはボクシングを、血を流れ体の中を流れるその血がそうさせたと話していました。このオルテガです、25歳でプロデビュー、ここまでプロ戦績は34戦30勝3敗1分け、今までダウンを喫したことはありません。35歳のタフネス、ヨベル・オルテガです。さあ第8ラウンドに入りました。斉藤さん、はい、赤コーナーオルテガサイドの、指示なんですが、はい、終始一貫しています。中に入ってアッパー、この1点です。赤コーナーから山田泰造アナウンサーのリポートが入りました。さあ石が前に出ていく、やっぱり中間距離というのはオルテガは嫌がってるみたいですね。そうですね、石井君のやはり一番強いパンチが来る距離ですから、はい、逆にオルテガの方がくっついてその自分の得意のアッパーが当たる距離を選んでるんですね、さあ強烈な右ボディ、石井です。再三いいパンチを打ち込んでいます石井、しかし逆にパンチももらっています。この辺りはスタミナ戦か。さあ接近戦、お互いに打ち合う、お互いに打ち合う、右フック、石井の右フック、さあステップ右、石井の右、石井君もですね、この右が当たるんですから、もう少しねその後のパンチが欲しいですね。今の石井のいいリングがいい角度で入りました。さあ石井の顔面にちょっと鮮血が見えますね、血を出しました。すごい打ち合いとなっています。この第8ラウンド、ここまで一貫しての打ち合い、この2人には駆け引きというものは当てはまりません。アーククロス、右のクロス、石井のクロス、真ん中を見る石井、オルテガプレッシャーをかけていく、左のボディ、オルテガの左のボディ、ここで石井が体を預けます。第8ラウンドに入っています。試合は後半に入っている。伸びる左を持っていった石井、左のフック、フォローを左のフックでします。踏み込んで左のボディ、石井です。右ストレート、ちょうどサウスポーですから右がまっすぐに当たるんですね。そうですね、まあ、今の攻撃が良かったんですけども、どうしてもね、お返しのパンチをね振ってしまってるんですよね、石井君ね。さあこの辺りはここまで30戦以上戦っていますベテランボクサー、右のボディです。オルテガのね、決してね強くパンチは打てないんですよね、軽くね、コツンコツンコツンってね、数を当ててるんですね。あれはしかしね、ダメージは徐々に来るんですね、あのパンチは。この辺りはベテランならではの試合運び。また接近戦、
お互いに距離を取り合いません。真っ向勝負の打ち合い。第1ラウンドから激しい打ち合いが演じられています。さあ第8ラウンドも残り時間がない。まっすー右を伸ばす石井、もう一度右、一発の破壊力では石井の方が上。あーカウンター気味、左入った、左のボディ、オルテガの左のボディ。さあここで第8ラウンド終了のゴングが鳴りました。95年7月17歳でプロデビューを果たしました石井。ここまでは25戦して23勝2敗、23勝の中には16の KO が含まれています。ここまで実に 70% の KO 率を誇っている石井。さあ2回目の世界挑戦、ラウンドは第9ラウンドに入っています。さあここまでは激しい打ち合いを演じてきました両者、後半の第9ラウンドに入っています。さあここで一旦レフリーが試合を止めました。体についた汗を落としました。おそらくワセリンじゃないですかね。ワセリンですか、はい、ちょっと足を使っていくか石井、右を伸ばします石井、ボディに持っていきました石井。ここまで壮絶な打ち合い、終わった。左のアッパー、まあね、近くから入ってくる左アッパーですよね、はい。慣れ際も左アッパーを一発打ち込んでいきます。オルテガです。しかし石井もボディにパンチを返す、石井もボディにパンチを返す。さあ残りラウンド、このラウンドを入れてもあと4つ。ここまでは壮絶な打ち合い、ファイター同士の熾烈な戦いが続いています。ここまでは駆け引き一切なし、真っ向勝負の2人、頭をつけての接近戦を挑むか。あー右、石井の右、右からね、左返したいですね、はい、返しのパンチを持っていった石井、しかし返しも反対にもらってしまった石井、相手を押していきます。ロープ際に追い詰めた石井、頭をつけている。ここでレフリーが話します。このラウンドも激しい打ち合いになった。左から入りましたオルテガ、あれが右フック、左フック、サイドフック、サイドフックを持っていった石井、しかしオルテガのパンチが強烈。石でね、強いパンチ打ってますから、しっかりね、打ってないとガードしておかないと、簡単に打たれますと、非常にダメージ受けますからね、気をつけたいですね。さあ、石が前に出る、石が前に出る、左対策は、左のガードをきちんと上げることをやってきました、石。右フック、石の右フック、体を預けます、石。試合は終盤にもつれ込んでいます。スタミナ面はどうか。母国ベネズエラでこの試合のために70ラウンドのスパーリングをこなしてきました。対する石井は170ラウンド以上のスパーリングをこなしています。スタミナには絶対の自信を持っています。石井鼻血を出した、石井鼻血を出している。右、石井の右、オルテガンボディにパンチを持っていく、合わせるような右、お互いに激しい打ち合いです。リングの中央、一歩も引かない。ここまで行くから精神力持ちだ。おっと、ゴングと勘違いしたんですね。石井はゴングと間違えた。残り10ラウンド、残り10秒、残り10秒の合図を、試合終了のゴングと間違えてしまいました。石井、ここは冷静に行ってもらいたい。ちょっとね、もったいなかったですね、はい。先ほどの第9ラウンド、残り10秒の合図を試合しラウンド終了のゴングと間違えまして、その後オルテガに打たれる場面がありました。石井、まあ、これ見るジャッジはこれダメージかとね取られてしまうかもしれませんので、ちょっとねもったいないラウンドになったと思いますよ ね、 そうですね。さあこのラウンドを入れて残り3つとなりました第10ラウンドです。日本の石井構造、画面の手前シルバーのトランクス、3色のトランクスが呼べるオルテガ、ベネズエラです。カウンター気味に左持っていきますオルテガ。打ち終わった後のガードをしっかりと石井は注意していかなければいけませんね。そうですね、少しガードをしっかりしてもそのガードの隙間からアッパーが来ますんで。ああなるほど、石井だ。
ついた方がいいですね。距離が取ると強いパンチきますから。強烈な左ストレート、うん、この試合初めてのダウンが石井構造、はい、第10ラウンド残り2分ある。石井パンチを出したい、石井パンチを出したい。強烈な左を食らってこの試合初めてのダウン。第10ラウンド終盤に来てダウンを奪われた石井、ここは前に出たい。右を返します石井。さあオルテが強烈なアッパーを突き上げていく、マウスピース落ちましたから、はい、ここで石井のマウスピースを入れ直します。さあダメージというのはどうですか。ですね、まあ、このマウスピース入れたこの時間で少しこれ回復しますから、しかしオルテが前に出てくる。ここはチャンスの中に前に出てくる。左、石井の左、石井の左が当たった。パンチ、石井の右、石井の右、オルテが効いているか。パンチを狙い、パンチを狙い、オルテがパンチを狙い。石井カウンターには注意したい。このラウンド初めてのダウンを奪われた石井、ここから巻き返し、あと左、左ストレートですね。オルテがのノーモーションの左、石井鼻血を出している。2回目の世界挑戦、石井にとっては2回目の世界挑戦。サウスポーを呼べるオルテガ、左、オルテガの左、そのノーモーションの左は要注意。もうね、左アッパーを警戒しますと左スレートがね、まっすぐ中から来るんですね、はい、この辺りはベテランならではの試合運び。左から右のコンビネーションオルテガです。さあ第10ラウンド残り40秒、ボスクダイロン、あと左から右、サイドキック、サイドキック、サイドキック。しかしオルテガもいいパンチを返します。バックス油断しちゃいけませんね、うん、この辺りは冷静になってほしい。石井冷静になる。右、石井の右から左、オルテガの打球でパンチをかす。右、石井の右です。さあここは距離を取ったオルテガ、右をボディに持っていきます石井。さあ第10ラウンド残り10秒、15秒を切った。さあ第10ラウンド残り時間がない。このラウンド初めてのダウンを奪われました石井。どうやらここで第10ラウンド終了のゴングです。なんとか持ちこたえました石井。警戒していたオルテガのノーモーションの左ストレート、この試合初めてのダウンを喫しました石井。強烈ですね。うん、ノーモーションですから全く石井君反応してない状態で左をもらいましたから、相当、はい、ね、ダメージあったと思うんですけども、まあ、持ち前のガッツと練習量でなんとかね、先ほどのラウンドを持ちこたえましたね、はい。まあ、このインターバルで、少しはね回復したと思いますので、もう倒されてもいいですから、はい、この勝負かけたいですね。斉藤さん、はい、オルテガサイド勢いづきました、はい、この調子だ、行けと行きました、言いました。もうここはオルテガサイドはゴーサイン出てますかね。まあ、というよりはまあもうなんか先ほどのラウンドチャンスだったんですけども、すごく余裕を見せた、態度をしてましたんで、まあ、判定でももう勝てるとまあ確信してるんじゃないですかね。左、石井の左、しかしその間からアッパーを打っていきますオルテガ。今日の試合石井は KO で勝つということを話していましたが、オルテガサイドは KO 判定は問題じゃない、勝つのは私だという話をしていました。斉藤さん、はい、マルク会長です、はい、あと2ラウンド今日のために頑張ってきた、よみがえれ、みんなの声援を聞けと励ましました。青コーナー石井サイドは名古屋テレビ勝つ友達アナウンサーですが、さあこのラウンドを入れても残り2ラウンド、石井としてはこの2つのラウンドを、そうですね、なんとか取りたいですよね。石井として右、飛び込んで右、10ラウンドに初めてのダウンを奪われました。この試合初めてのダウンを奪われた石井、このラウンドしっかり立て直してほしい。まあ、オルテガの方もね少し手数出てますから、まあ、先ほどのラウンドでちょっとね打ち疲れっていうのがあるんじゃないですかね。まあ、ダウンはもらいましたが、その後石井もよく攻めましたね。そうですね、はい、石井の右、ね、石井の右が入った。石井の右、あーっと、2回目の世界挑戦、石井の夢叶わず。最後は石井が攻めていったところ、カウンター気味にパンチをもらいました。ただいまの TKO タイムをお知らせいたします。11ラウンド1分45秒、11ラウンド1分45秒、4分45秒。
石井君のダメージが少し心配ですね。さあ大の字になって動くことができません。石井広志コミッションドクターが今石井の様子を見にリングに上がりましたが、正式な KO タイムは11ラウンド1分45秒かなりね、このダメージが蓄積して最後我慢に我慢して最後ね、倒れましたから。第1ラウンドから果敢に打ち合いを挑んでいきました石井でしたが、ベネズエラの35歳ベテランボクサーヨベル・オルテガの前に TKO を食らってしまいました。しかし最後は、ね、勇敢に攻めてきましたからね、まあ、簡単で、まあ、倒されてしまいましたけども、石井君らしく勇敢に、ね、向かってきましたね。さあここまでのジャッジペーパーが手元に届いてきましたが、10ラウンドまでを見て、まあ、ほぼ互角といっていい戦いでした ね、はい、それではここで一旦 CM をご覧いただきます。暫定王者ヨベル・オルテガ殿、あなたは2000年11月23日名古屋市総合体育館に月経館酒パックからニュースです。お値段そのままで 200ml 増えたんです。すなわちニュー月経館晩酌1回分増えました。やったね。あ、柳沢こら痛い。何すんの。腹減ったぜ柳沢。結構大きいだらけピザ買いに行ったら。今年も冬季限定ウィンタークラブドリア。ドリアもあるぜ。ピザーラお届け。WBA 世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦、ヨベル・オルテガ対石井孝三の試合、11ラウンド TKO で日本の石井惜しくも敗れました。ヨベル・オルテガ選手には名古屋テレビ放送代表これから勝ちましたオルテガの表彰式が行われますが、丸木会長に抱きついて無念を晴らします石井孝三です。さあそれではその11ラウンドを振り返っていきたいと思います。